時色三角は、きな罪による日本の漫画作品。当初、ホタルたちは笑う、という題で発表された前、後編作品が好評であったため、時色三角と解題されて続編が描かれた。作品世界はさらに、パッションパレードへと連続している。ここではその、パッションパレードについても取り扱う。母、リンダを、 交通事故で亡くして間もない凛のもとを瀬戸内海に浮かぶ青島からほつ家の弁護士が訪れる。当主が死去し、その遺言状を公開するので直系の孫である凛にも立ち会ってほしいというのだ。父、みぞれは早くに死去しており、自分は天外孤独だと思っていた凛は親戚に会うことに魅力を感じて青島を訪れる。公開された。 遺言状に書かれていたのは、数百億とも言われるほつみえの財産のほとんどを、亡き長男、みぞれ一の子である林に譲るということだった。その意外な内容に納得がいかず、一族は、色めき、立つのだった。翌日、釣りに出かけていた雲行きが歴死する。さらにその夜、林に懐いた蕾の上に大きな枝が落下するが、粉々に砕け散った。実は、ほつみえは、 大大超能力を持つ家系で、その、ほつみの地を守るために、近親婚を繰り返してきた歴史を持つのだった。林や霊地にも、その力は残るが、もはや微小なものに過ぎないはずだった。三日目には、角が、使用人と共に、崖から、墜落死する。林は蕾を連れて青島を出ようと決意するが、霊地の出生にまつわる秘密を知ってしまう。林とつゆ子が外に出た隙に、 もやが考察され、霞が連れ出された。連続殺人犯は一体誰なのか何を目的とするのか作風、舞台をガラッと変えた続編。前作はオカルトミステリーであったがバスケットを中心としたアメリカのハイスクール漫画となる。主人公、インはバスケットの腕を買われ留学しそこで出会った黒人の女子学生ジューンと出会い交流を深める。また、 ジェーンの義理の兄キングはバスケットだけでなくスポーツのカリスマ的選手で彼に見込まれたことにより物語は新たな展開を迎える。一方、日本に残った霊地もハーバード大学への進学を希望して留学を決めつぼみも追いかけてくる。中学生になったつぼみは母の希望で日本に帰るが大学院に進学した霊に再会し、またアメリカに住みたいと言い出す。 霊知は、つぼみがリンのことをまだ思っており、彼の近くにいたいが、ためにアメリカに住みたいのだと思うが、つぼみは霊と住みたいという、地のつながりがあり、最強の能力者である彼女は霊にとって必要な存在だった。主人公、りんが新たな世界で生きていくのに対し、霊、つぼみは、前作の世界観や地の因酒の流れを組む設定となっている。キング本名は、レジー・キング。 どんなスポーツも超一流の天才プレイヤー。天才すぎて他人の気持ちはわからない。キャンプにも滅多に顔を出さず、周囲からも一目置かれる存在。ジョーカーグイド・モレリー UCLA 大学を全米チャンピオン10年連続優勝に導き、NY 市長よりも人気のある有名コーチ。全米からキャンプに参加する生徒を集め、厳しい指導をする。 普段は目に甘い明るいおじさん。アイラウィルクスキャンプのグルーピー。最初は、下心があって、リンに近づいたが、やがて本当に、リンを好きになる。リンのファーストキスの相手。ダニエル・ローターチアリーダーの彼女がいる、ちょっともさい白人。ウェインと共に最初はリンに嫌がらせしていたが、ファッションがきっかけで、リンにコーチしてもらい友達になる。ガビエラ、モレリ・グイドの名で、 霊の元恋人。しばらくの間、日本で暮らしていたが、アメリカの大学でビジネスコースを学ぶため、アメリカに帰国した。トップモデル並みの美貌を持つ。夏の間は、アメリカに来たばかりの霊と、つぼみの英語の家庭教師を受け負う。霊とは、友人関係を続けているが、未だに愛している。トーマス・ウェイン・キャンプのチームメイト、白人。人種差別意識が強く。 黄色人種のリンがキャンプに入ってきた時も、暴行騒ぎになるくらい突っかかっていた。ユリエがアメリカに来た時は、何者かも知らずにナンパしたこともある。キャンプ卒業の日、夏に試合したチームに袋叩きに合うリンとジューンを見て、憎まれ口を叩きながらもキングに報告し、助けを呼んだ。バーニー・カニンガム・グイドとは10年来の付き合いで、右腕として、キャンプの第二コーチを務めている。 物腰が柔らかく、メンタル面で選手を支えている。実はゲイで、男性の恋人もいるが、周囲には秘密にしている。バーニーの家に招待されたリンは、ワは喧嘩に巻き込まれ、その秘密を知ってしまう。ホタルたちは笑う初出、前編、月刊、ララ1984年8月号、後編、月刊、ララ1984年9月号パッションパレードに、関するカテゴリー。 ありがとうございます。